加納康信、朝鮮通信使大英博物館像。1655年、上皇4年、高層6年朝鮮通信使とは、室町時代から江戸時代にかけて、李氏朝鮮から日本へ派遣された外交施設団である。正式名称を朝鮮兵令士という。その名の通り、江戸幕府はこれを事実上の朝庫施設として扱っていた。 朝鮮通信使のそもそもの趣旨は、室町幕府の将軍からの使者と国書に対する、高羅王朝の返礼であった。1375年に、足利義満によって派遣された日本国王氏に、対して、真を通わす使者として派遣されたのが始まりである。15世紀半ばからしばらく途絶え、安土桃山時代に、李氏朝鮮から秀吉に向けても派遣された。しかし、 その後の文録、慶長の役によって、日朝間が国交断絶となったために中断されて、江戸時代に再開された。講義の意味では、室町時代から江戸時代にかけてのもの全部を指すが、一般に、朝鮮通信史と記述する場合は、競議の意味の江戸時代のそれを指すことが多い。朝鮮通信史という表現は研究者による学術用語であり、資料上には、 紳士朝鮮紳士として現れる。また、江戸幕府は、朝鮮通信士の来日については、琉球施設と同様に、貢ぎ物を献上するという意味を含む、来兵という表現をもっぱら用いており、施設についても、朝鮮来兵士来兵士朝鮮兵令士兵令士と称し、一般にも、そのように呼ばれていた。江戸幕府の外交政策において、朝鮮は、 琉球王国と並んで正式な国交のある通信国とされていた。その他の中国のミニアキヨシ、ポルトガル、オランダイギリスといった国々は、防昇国と定義されており、貿易は行いつつも、幕末まで正式の外交関係はなかった。このため朝鮮通信氏は、江戸幕府の威信を示す機会であるとともに、文化交流のきっかけにもなった。 海東諸国全図室町時代の朝鮮通信誌は和光への禁圧対策を日本に要請することが当初の目的だった。和光による朝鮮半島での活動は13世紀には記録があり15世紀以降は民が解禁政策によって私的な貿易を禁じた影響もあって大規模化した。海賊行為は日本国内でも問題になっており1410年には 朝鮮の死者が瀬戸内海で海賊に持ち物を奪われる事件も起きている。日本では14世紀以降に朝鮮との貿易に進出する者が増えて朝鮮で官職を得る十色和人、朝鮮各地の港で暮らす久し巨和人、有力者の使いとして訪れる思想和人と呼ばれる者も,もいた。朝鮮では15世紀から日本人を応接する施設として 和漢を建設する一方、和光対策として1419年には、津島を攻撃する応援の外交も起きた。後に、津島の津島宗氏は、朝鮮の和光対策に協力して、通信使の交渉役となった。通信使の目的には、日本の国情視察も含まれており、この時代の最も著名な記録は、1443年の、施設で、諸状館を務めた。 新宿船が編纂した回答諸国記である。この書は朝鮮の日本や琉球に対する外交の基礎情報となった。新宿船は六代の君主に仕えて養殖につき、清祖の時代に日本や琉球との外交規定の基本も作った。1475年に死去する前には、清州に対して日本との前輪関係を維持するよう進言した。また、 同時代の日本では、宋の随形、衆を取りが、日本初のまとまった外交文書として、全輪国宝記を表している。李朝実録に、通信使の編成が記されており、1477年の記録によると、生死、副祉諸上官の三詞を中心として、輸送係、医師、通訳、軍艦、学隊などで構成されている。 朝鮮からの使者が派遣されると、博多、赤間関、兵庫の三カ所で一時的に交流され、その間に、京都の室町幕府に使者が派遣されて、入国、入境の許可を得てから先に進んだ。この間、博多では、九州短大、または、小西が、赤間関では、大内市が、施設の対応にあたり、施設を次の目的地へと護送する役割を果たした。また、 朝鮮側としても、施設の安全な往来のみならず、和光金圧には、九州や瀬戸内海の海上勢力に影響力を持つ、九州短大、小西大内市の協力は不可欠であり、交流機関は彼らとの政治交渉の場になった。15世紀に入り三者の構想の結果、大内市が博多をはじめとする、北九州一円に勢力を広げると、博多で、 政治交渉を行うこともなくなり、1443年の施設は、津島から直接に赤間関を目指している。通信士は、清掃の下で、室町時代に3度来日した。この他には、1420年に、応米の外交の後処理交渉のために特別に、派遣された施設や、途中で海賊に遭遇して、 任務を打ち切って帰国したために通信誌に数えられない1422年や1432年の例なども知られている。1459年の通信誌は、足利義政への回答と、大造業と、北家業の贈呈を目的としていたが、海難によって日本に到着しなかった。青州の時代に、再び派遣が計画されたが、日本の政情不安のため延期となる。 1479年の通信誌は、津島に到着したものの、日本では、小西と大内氏が交戦下にあり、捜査楽にの助言もあって、中止となった。生死が認じられたものの計画が中止されたこともあり、1413年と1475年が、これにあたる。中止の理由は、死者が途中で死亡したことや、渡航の危険とされるが、 大名や国人が将軍の名前を詐称して勝手に交渉する偽しの横行や日朝貿易の不振により必要性が減災したためだと説明されることもある。その後の通信誌は豊臣政権まで約150年間にわたって中断したが、津島の創始をはじめとする西日本の大名と朝鮮との貿易は続いていた。特に突起な記事項については、 下関市立歴史博物館を参照。信長は、明、朝鮮との通商貿易を図り、年始を派遣したが朝鮮はこれに応じず、ついで政権を掌握した秀吉は、1587年の九州平定後に、津島の衆議地に命じて、交渉にあたり、朝鮮国王里の来日を求めた。衆議地は、交渉の都で初めから服属は求めず、秀吉による、 天下統一の祝賀施設を朝鮮に求めた。こうして1590年に通信誌が派遣されて12月3日に秀吉に越見した。名目としては、秀吉の日本統一の祝賀だが、朝鮮信仰の噂の真偽を確かめることも目的だった。秀吉は通信誌を複属施設と思い、朝鮮国王に対して、 民の征服を先導するように求める書を渡す。通信誌側では書き換えを求めたが、受け入れられなかった。当時の聖子、郷誠吉と福祉金聖一は対立関係にあり、異なる報告をしたために、清掃の原因となった。聖人島に属する郷誠吉は信仰の意思ありと報告し、一方で、東ず人等の金聖一は信仰の意思なしと報告を、した。 当時の政権では、あずま人等が力を持っており、福祉側の意見が採用された。文禄の役の際に一気に平壌まで進行されたのは、この金正一の報告に従い、何ら用意をしていなかったためともされる。文禄の役において、日本軍は、朝鮮軍や民軍と戦い、やがて和義の機運が高まる。1596年の朝鮮通信誌は、 日本と民の急戦交渉の締めくくりとして行われた民の作法師に同行したものであった。作法師は、洋方通るが、聖師、陳意敬が、福士に任命された。朝鮮では当初は通信士派遣に反対したが、派遣しなければ再度進行の可能性があるという議論になり、朝鮮の正師は、甲子副福は僕校長の随行が決まった。 作法師は秀吉に接見できたが、朝鮮通信使は、接見を許されずに、堺で待機となる。作法師は、日本軍の朝鮮撤退を求めたが、秀吉は激怒して、交渉は、失敗に終わった。通信使の行進は、作法師の八方通に、早急な帰国を進められるが、国書を秀吉に渡すことを希望して、待機を続ける。堺には、 和平の成功と帰国を期待する朝鮮人も集まっていた。しかし和平は破れ、日本の再出兵の動きを知った後進は、帰国をして、慶長の役となった。江戸期の日朝交流は、豊臣秀吉による文、文禄慶長の役の後、断絶していた李氏朝鮮との国交を回復すべく、日本側から朝鮮側に通信使の派遣を打診したことに始まる。 室町時代末期には、日朝、日民貿易の実験が大名に移り、力を蓄えさせたとともに、室町幕府の支配の正当性が薄れる結果になった。そうなることを防ぐため、江戸幕府は、地理的に有利な、西日本の大名に先んじて、朝鮮と国交を結ぶ必要があった。一方、朝鮮では文、文禄慶長の役が終わり、国内で、 日本の言った行為や李朝の対応への批判が高まると、同時に、日本へ大量に連れ去られた一人小人と呼ばれる捕虜の返還を求める気風が強くなっていった。また、朝鮮を手助けしたアキラが、朝鮮半島から撤退すると、日本を恐れると同時に、貿易の観点からも、日本と友好関係を結びたいと考えていた。また、北方からの脅威も、 日本との国交再開の理由となった。ヌルハチの下で統一された女神族が南下してきており、文禄慶長の役では、加藤清正軍が女神族と通じる状況もあったため、女神族と日本が協力する危険も、朝鮮では検討されていた。そこで日本とは国交をして、南方の脅威を減らすという判断がなされた。再開にあたっては、死として、 津島藩が江戸幕府と李氏朝鮮の仲介に当たった。これは津島藩が山勝ちで工作に向いておらず、文禄慶長の役による疲弊もあり、朝鮮との貿易なくては、急防が必至となるためである。津島の創始は、日本軍撤退の直後から朝鮮に接触を図るが、死者は戻らなかった。そこで豊臣政権時代にも、 朝鮮への使者だった前奏の軽鉄元素と衆議地が交渉に当たった。軽鉄元素の没後は、気迫原邦がこれを継ぐ。国交回復を確実なものとするために、津島藩は国書の偽造を行い、朝鮮側使者も偽造を黙認する。後に、津島藩の過労であった柳川長卿は、国書偽造の事実を幕府に明かしたが、 津島藩主、宋義成は忠告のみでお咎めなし、密告した柳川は、津軽へ、流罪、偽造に関わった原稿は、森岡藩へ配慮された。この国書偽造をめぐる事件は、柳川一件と呼ばれており、以後は、朝鮮との交渉役の前奏として、朝鮮州文職が設けられた。津島藩の交渉によって死者が実現して、1604年には、朝鮮が、 宗のこれまさと孫文があるを津島へ送る。衆議地は死者2名を徳川家康と秀忠に会見させて、幕府は速やかな修行回復を希望した。1607年には江戸時代初めての通信士が幕府に派遣され、6月29日に江戸で将軍職を継いでいた秀忠に国将を奉呈し、岐路に駿府で家康に越見した。ただし、 この時から3回目までの名称は、回答権すり返り詞とされている。回答とは国書に答える意味、すり返りとは日本に残っている、朝鮮人の捕虜を送還する意味がある。こうして、日本側からの国書による回答を求め、日本に連れ去られた一人子人を朝鮮へ連れ帰ることを目的とした。回答の求めに対し、江戸幕府が国書を送った形跡はないが、 上記のように、津島藩は国書を偽造して、関係を修復しようとした。一人子人については、全員の相関を、朝鮮は求めて、第一次で、約1300人が帰国した。しかし、南蛮などに奴隷として売られたもの、滞在の長期化で、日本に家族ができたものもおり、第三次の頃には、本人が死去して子や孫の世代になっていた。 帰国をしたのは6000人から7500人ほどと、される。その後、両国が友好関係にあった室町時代の前例にのとって、江戸幕府の要望により国史は、回答権すり返り一種から通信使となった。1675年には、富山に、新しい和館として、総領和館も建設されて、面積は10万坪余りとなった。 これは、長崎の当人屋敷の10倍、出島の25倍に相当する広さであった。和館は、外交拠点として、津島藩市が常駐して、貿易の他に、通信使に関する連絡や、情報収集にも用いられた。室町時代の通信市編成は正史、生死、福祉、諸上官の3市に輸送係、医師、通訳、軍艦、学隊などが記されており、 江戸時代に入ると、騎手、住手、料理人、馬術師、馬の世話係、贈り物係、旅行用品係、画家、水夫なども記録されて様式が完成されていった。通信誌の聖誌には、霊創三義級の者のが選ばれ、470人から500人の一行となった。これに、津島藩からの案内や、計語千5 0 0人ほどが加わった。名称については、 日本では年号によって、慶朝心誌という具合に呼び、朝鮮では江戸によって、日元羊通信使という具合に呼んだ。新しい将軍が就職すると、津島藩は、大慶参拝誌を朝鮮へ送って知らせ、次に、おさむ平参拝誌を送って通信使を要請した。通信使は、普山から回路で、津島、一気に寄港。馬官を経て、瀬戸内海に入り、友の裏、 牛窓、兵庫などに寄港しながら大阪まで進んだ。大阪からは、川、五座線に乗り換えて、淀川を走行し、淀からは越し馬と徒歩で行列を連ね陸路を京都を経て、江戸に向かうルートを取ったが、大見国では、関ヶ原の戦いで勝利した後に、徳川家康が通った道の通行を任居している。この道は現在でも朝鮮人街道とも呼ばれている。 吉礼の道であり、大名行列の往来は許されなかった街道である。このルート選定については、朝鮮人は、爆藩体制のヒエラルキーの外側にいるためで、あったという見方とともに、徳川家の天下統一の奇跡をたどることでその舞踊、示す意図があったのではないかとする見方もある。江戸城では、朝鮮国王から将軍への国書の法廷があり、数日後に、将軍から、 朝鮮国王への返信と礼物があり、産種や施設一行にも礼物や礼銀が送られて通信し一行は帰都に着いた。旅程にかかる時間は1719年を例にすると、津島から大阪の回路に45日間、大阪の滞在に6日間、大阪から江戸の陸路に18日間をかけている。全行程には8ヶ月から10ヶ月を要した。 一本松展望台から望む瀬戸内海。万葉集巻15から3598の石碑がある。瀬戸内海は古代から日韓の海上交通の要衝であったことを伺わせる和歌が万葉集に残されている。736年に日本から白木に派遣された施設団の者が読んだと伝わる沼玉の夜は明け濡れし。 玉の裏にあさりする鶴鳴き渡るなりの玉の裏にはいくつかの土地が考えられ一説では岡山県瀬戸内市から見渡せる一帯であると考えられている通信市の往来路であると稲とにかかわらず武蔵、相模伊勢の東海道、機内、西国の農民には労役の提供や費用の負担が求められ通信市の来日は 農民たちにとっては臨時に重い負担を強いられるものでもあった。通信使の江戸城への入城については、幕府は江戸城裏門からの入城しか許さなかったという説と、大手門から入城できたという説がある。徳川三木には、朝鮮国新士兵令行春。与て新士は、辰国本税時の旅館を出て、道中音楽を奏し、その国書を先に建物登る。 上官は、大手門下馬灰の下より馬折りなどの記録があるが、裏門へ回る際にもここで、下ばせねばならず、このことをもって、大手門から入場できたとは言えない。江戸城内で、陶器や虎の川等の冷炭を準備する、朝鮮通信士その後、通信士は、将軍の代替わりや四次の誕生に際して、朝鮮側から、祝賀施設として派遣されるようになった。 計12回の通信使が派遣されているが、1811年に通信使が津島までで差し止められたのを最後に断絶した。幕府からの返礼使は津島藩が代行したが、誌として軍事的な理由において藩寸まで登ることを朝鮮側から拒否され、富山の総領和館で返礼の儀式が行われた。唯一の例外は1629年に、 ハンスンに送られた層を中心とした津島藩施設であり、これは、後金の度重なる侵入を牽制するために日本との関係を示した安全保障政策の一環とされる。なお、この際にも津島藩側は、李氏朝鮮に対して、中国産の木綿の輸出を依頼し、成功している。11回の来日のうち、主要な出来事を記すと次のようになる。通信紙は、 柳川一軒の翌年に、それまで柳川家主導で応対されていたものが、津島宗氏によって招かれた。これには幕府によって、創始の力量が試されたという側面もある。ここにおいて、接待、共応の変更がなされた。これは、日本側の主導によるもので、変更の骨子は、第一に、朝鮮側の国書で、徳川将軍の故障を、日本国王から、 日本国大君に変更すること、将軍側の国書では、日本国源元の家光とした。第二に新書に記載される都市の表記を、江戸から、日本の年号に変更するということ。第三に、死者の名称を、朝鮮側が、回答試験すり返りしから通信詞に変更するという、ものである。将軍の故障変更と、年期表記変更の理由については、諸説があるが、 いずれにせよこの制度改定は、公術の衝徳度来日の際のような深刻な外交問題には発展しなかった。その理由としては、当時、李氏朝鮮は、北方から後金の圧迫に暴殺されていたため、日本側の制度変更に、あえて異論を挟まなかった、あるいは挟む余裕がなかったとされる。朝鮮では、人祖が真の要求を拒絶したことから、 日のえねの乱となっていた。南海山城の老城降伏後、三田渡るの名役が締結され、それまでの民から、真の影響下となり、この和議により、日本への対応が変化した。来日の際には、幕府に、朝鮮国王直筆,筆の新書、道教が新定され、また施設団が新君とされる、大権現家康が眠る日光東将軍を参拝を、している。 聖徳期には待遇の簡素化と将軍故障の変更がされた。この制度改定は新井白石の主導によるものだが、これは従来の教皇、待遇を全面的に変更するものであり、結果として日朝間の外交摩擦に発展する。通信施設群には一度に約100万両をかかるものであり、もともと白石は来日将兵そのものに反対であった点が注目される。 しかし当時の老中主座、土屋正直が従来通り来日を招聘すべしと異論を挟んだため、白石も折れた経緯がある。そこで白石は台東簡素、和親を骨子として、まず大群を簡素化し、津島から江戸の間で、宴石は赤間関とも大阪、京都、名古屋、駿府の6カ所に限定し、他の宿所では、 食料の提供にとどめることとし、接待には通過する各藩の藩主が出向かずともよいことにした。接待に使用する小道具も、薪への塗り銭や、陶磁器の高価なものは厳禁した。これらの努力により、接待費用を60万両に抑える一方、将軍古障を再び、日本国王に変更した。この変更の理由としては、 江戸時代も安定期に向かい、将軍の国内的地位が、幕書の覇者的性格から実質的に、君主的性格に移行した現実を踏まえ、国王を称することにより、徳川将軍が、実質的意味において、君主的性格を帯びるようになったことを鮮明にせんと、したとも、あるいは、大きみは、朝鮮国内においては、王子のことを指すので、これでは、むしろ対等ではないので、 国王に戻すのだとも説明されている。故障の頭皮は別としこの変更は、朝鮮通信使の来日直前に一方的に通告されたため、深刻な外交摩擦に発展した。将軍の名分をめぐっては、林の部圧や津島藩藩寿の雨の森報酬も巻き込んで、日朝双方を議論に巻き勤む結果となった。白石と報酬は30年来の進行があったが、 この議論をきっかけに交流は与えている。なお、聖徳の次に来日した、共報度の通信使の際には、徳川義宗は、明文論には深入りせず、再び大きみに服し、待遇も、素法遵守を理由に、全面的に、天などに戻している。1787年、11代将軍に、徳川家成が就任した。 本来であれば早速通信し来日となるのだが、老中、松平貞信は、1788年3月には、一旦通常通りの要請を行った後、3ヶ月後の6月に、派遣延期要請の使者を送った。しかしこれは、前例がない上、理由も明白でないとして一時は、見せ使い扱いされるほどであった。朝鮮側は、日本側に質問状を送ったが、 幕府は回答せず、交渉は一旦打ち切られた。1791年、幕府は江戸に変えて、津島での駅地平令を打診した。この時伝えられた理由は、年来の協作によって通信士を迎えるのは、負担になるというものであった。朝鮮側は、津島における、平令には従えないが、一旦通信士派遣を延期するという回答を行った。 しかし1805年には、朝鮮の通訳官が、駅地兵令を実現するために、津島藩から贈賄を受けたことが発覚し、処刑されるという事件が起きている。このような混乱がもあって、朝鮮側と幕府の交渉が開始されたのは1806年からで、あった。朝鮮側にも、検視費用の負担を回避したいという意向があり、1810年になって、 国王純ソが駅地平令を決定した。翌1811年には打診から20年経っての駅地平令がようやく実現した。ただ、幕府の出費節減はなったが、国内的な将軍権威の発露というもう一つの意義は損なわれた。なお、完成から文化期に見せた江戸幕府の朝鮮通信使への対応の変化について、当時ロシアが、 カラフトやチシマへと南下してきたことと関わりがあるとする風説が存在していた。文化ロアダについて記された北海遺団という本によれば通信誌の派遣延期要請の本当の理由は日本側がロシアが朝鮮に圧力をかけて対日戦争に協力させようとしているあるいは通信誌に ロシアのスパイを参加させようとしているという情報をオランダ商館長から入手していたからだとしており、最国の諸大名も朝鮮がロシアと結んで日本を攻撃する可能性を論じていると記されている。この話を裏付ける資料は存在しないものの少なくてもロシアの南下に絡んで朝鮮が何らかの行動に出るという噂が日本国内で流布され、 朝鮮通信使に対する警戒感を抱く日本人が存在していたことを示している。その後、1841年、徳川家吉が将軍に就くと、老中、水野忠国は江戸将兵から大阪将兵に変更する計画を立案している。西国大名を接待に動員することで大名の勢力削減を行い、一方で幕府の権威を示し、かつ大阪、 江戸間の行列を圧縮することにより、幕府の経費を節減できるという一石三鳥の効果を狙ったものである。しかしこの計画は、幕府内の反対で頓挫し、以後の三代の将軍就任に際しても、朝鮮側に詳細はいったものの具体的な計画には至らなかった。江戸時代には、大国や高太夫や中浜万次郎のように、ロシアやアメリカに救助された日本人は、 帰国が保障されておらず、滞在が長期にわたった。正式な国交がある朝鮮に漂着した日本人は保護のもとで比較的短期間で帰国できた。官営期には両国で漂流民を送還する体制が整えられた。外国に漂着した者は帰国後に他国への往来を禁じられて死亡時は幕府に届け出る必要があったが、朝鮮からの帰国者は 緩和が進み、漂着前と同じ生活が送れるようになった。朝鮮では19世紀から強作により通信紙の費用調達が困難となり、1832年のロードアマースト号をはじめとして、中国近海では外発が高まっていた。一方の日本は、イエサダが将軍となる前年1852年に、江戸城の西の丸で火災があり、1853年の 頃は強作に加えて、マシューペリーの裏柄移行が起きていた。日朝双方で、財政難と外圧の困難がありつつも、幕府は、津島藩に通信士の招兵交渉を行わせ、1865年を予定として、津島での平令を合意する。しかし1858年には、徳川家持が将軍となり、日米修好通商条約の調印や、 津島で、ロシア軍艦津島占領事件などが相次いだため、幕府滅亡まで通信し来日の計画は登らなく、なる。それ以降は、富山の和艦や津島の伊豆原において、施設の交流が保たれた。1880年、後に、内閣総理大臣となる、金光州をはじめとする、朝鮮治さむ新氏が訪れている。儒学者の草場廃川による、 津島日記前述のように、朝鮮通信使は、主として将軍家を祝賀するためにやってきた国史であり、中国皇帝に対する朝貢施設と同様の役割、すなわち将軍の権威の故事に利用された。江戸時代を通じて、朝鮮通信使一行のための迎賓館として使用された、貧後国ともの福前寺境内の現在の本堂と、 隣接する客殿は1690年に混流され、日本の観学者や書からとの交流の場となった。1420年の海霊史である、早期刑は、日本での体験を、私文集の、老少日本行録に記しており、朝鮮人による最古の日本機構となった。同書はまた、その後の通信誌の記録の様式の手本にもなった。外交施設である通信にとっては、 天皇と将軍の関係は常に重要であり、朝鮮の国内で議論も読んだ。天皇は将軍の上位にありつつも、国政を行わず、実権は将軍にあるというのが、室町時代からの朝鮮の認識であった。豊臣政権時代に通信士を務めた孔信は、関白は人心であるため例文の面では対等ではないが、天皇は政治に無縁であると観察した。 江戸幕府の成立後も朝鮮は同様の解釈をしており、公平の対象を将軍から天皇に変えるという案は影響力を持たず、代々の朝鮮王朝は現実的な対応を取った。最も将軍に批判的だった一人に、第十一次通信使の聖師である朝がおり、主期、海佐日記でも天皇と将軍について意見を残している。朝は、 将軍による日本国王号の使用は不正とし、将軍は天皇に対して比例を行っており、やがて倒幕をする者が出るのではないかと論じた。日本人の中には、朝鮮通信使を朝工施設団として捉えている者がおり、朝鮮側もそうした日本人の存在は知っていた。遠郷度の通信使の朝鮮朝廷への帰国報告では、紳士のトラを 幕府は諸公に朝鮮入港として知らせており、それまでの施設もそれを知りながら、紛争を恐れて知らぬふりをしていた旨が記されている。文化面では、室町時代にはひらがな、カタカナといったこういう文字の存在に、江戸時代には京都、大阪、江戸といった都市の見覧豪華さに驚いた。通信誌の目的には、日本の国上視察もあり、1428年の 生死だった、牧炭生は、科学技術に、関心の高かった清掃から、日本の技術の調査を命じられていた。1471年に刊行された、新宿船の、回答諸国記によると、調査項目として、和光の根拠地の特定、和光と守護大名、有力国人、土豪との関係、都市の状況、通貨政策など、国力の観察、水車の技術や、 それを用いた効率的な稲作、仏典の扱いなど、仏教の状況、旅行する場合の利便性、交通事情を、はじめ15項目があったという。回答諸国記には、日本の地図も収められており、江戸時代には日本でも、同書の写本が流通した。大長老から望む、弁天島、潜水島、第八次通信史の七百十一年に十時間の、李国彦が、 友の裏、福前寺の客殿から対岸に位置する、潜水島や弁天島などを眺めて、日東第一継承と称賛した逸話がある。1748年には、第十次通信誌の聖書である、後継機が客殿を、大長老と名付けた書を残し、それを額にしたものが、大長老内に掲げられている。第九次通信誌の猿井憾は、体験記として、 海有録を書いた。新忠史官は、津島藩藩寿の雨の森報酬と信仰を結び、意見の対立も含めて、やりとりの様子を記した。また、見物に来た、日本人との交流に好感を持ったり、日本の識字率の高さや出版、医学や、清潔さなどを評価した。その一方で、日本の役人が世襲であって、過去を経ていない点を批判した。 この批判には、諸子のため科挙の受験資格を得られなかった猿い館、自身の羊も関係していたとされる。第11次通信誌では、金人試験が、当時の日本社会の様子と自身の率直な心情を、日東総優下に書き残した。通信誌一行の行列見物は庶民にとって、大きな娯楽であった。大名行列とは異なり、朝鮮通信史は、聖子や、 福祉などの外交官の他に、美しく着飾った小アッパや学体、文化人、医師、通訳などが、随行員に加わっており、数十年に一度やってくる、異国情緒を持った一種の見せ物として、沿道の民衆にも親しまれていた。通信使の来日の旅に記号を求める者が多数に、上り、特に聖術館、初期、舎時館の負担となったため、1682年以降は、 通信使に直接に頼むことは禁じられるようになった。通信使の用紙や行動は、口術のように、日本の絵画や工芸、芸能に影響を与えた。交渉の実務記録は、津島藩の記録が、総家文庫として残されており、他に、津島藩主の雨の森報酬による、降臨訂正や、降臨始末物語、松浦霞沼、朝鮮通行大義、草場藩川、 津島日記などがある。室町時代の外交文書、全輪国宝記に続いて、江戸時代には、俗全輪国宝記も書かれた。一方で、通信使一行の中には、屋内の壁に、鼻水や唾を吐いたり、小便を階段でする、酒を飲みすぎたり、門や柱を掘り出す、席や屏風をある、馬を走らせて死に至らしめる、京された食事に難癖をつける、ヤグや食器を盗む、 日本人下女をはらませる魚なら大きいものを、野菜ならば、季節外れのものを要求したり、予定外の行動を希望して、拒絶した、随行の津島藩の者に唾を吐きかけたりといった、乱暴老石を働く者も,もあった。警護に当たる津島藩士が侮辱を受けることもあり、1764年には、藩士が、第11次通信使の随員を殺害した。 当人殺しと呼ばれる事件も起きている。事件の舞台は、大阪の客館で、津島藩の通事、鈴木伝蔵が、通信士一行の特訓道、蔡隆史隆史に杖で打ち据えられて、夜中に槍を使って、蔡隆史隆史を視察した。発端は、朝鮮の下級役人が鏡を紛失したと聞いた、蔡隆史隆史が、日本人は、盗みがうまいと言ったのを、 鈴木伝蔵が聞きとがめ、かねてからの朝鮮人の説盗行為を非難したことによる。また、幕府は朝鮮への経過報告については、津島藩を通さず直接に伝えることを検討するが、総始はこれに反対して、交渉役を継続し、後に和刊にて、朝鮮側に経過を報告して、好意的な返答を得た。儒学者、 関茶山は、朝鮮より礼儀なる話と初中に見えたれど、今時の朝鮮人意義なきこと花は,はだし。と、朝鮮人が伝聞とは異なり、不作法なことに驚いている。宗家の周儀茂は、朝鮮人が朝着をしたのは、日朝の風習の違いによるものとしつつ、通信誌の随員が通詞を朝着した点を批判した。朝鮮兵令誌ヨド城議ライズの一部、 鳥を盗んで町人と喧嘩する朝鮮通信使、友好施設のはずの朝鮮通信使が、当時の朝鮮人と日本人の間の文化の違いから、かえって偏見を生み、後の性官論や植民地支配につながったとする説もある。また、通信使を見物する際には、幕府から作法についてお触れが出ていた。作法の中には、喧嘩や騒ぎを起こさない。 二階や橋の上から見ない、指を刺したり笑ったりしないこと、などがある。しかし、病図などの絵画には、無作法な振る舞いで見物している姿も描かれており、当時の日本人が、朝鮮人を見下してたとされる。幕府の公式文書では、来光子という用語は使われていないにもかかわらず、民間では、琉球施設と同様に一方的な従属関係を、 示す来航という言葉が広まっていた。通信誌について、当時の日本人は、朝鮮が日本に朝貢をしなければ将軍は再び、朝鮮半島を侵攻するため、通信誌は貢ぎ物を持って、日本へ来るなどという噂もしていた。朝鮮人来兵器や、朝鮮人来長期等においても、三冠征伐や豊臣秀吉の朝鮮出兵を持ち出して、朝鮮通信誌は、 朝廊施設とみなしており、当初から日本人が朝鮮通信使を朝廊施設団として捉えていたことが伺える。また、山賀祖孔の部下時期、元織森長の魚介外ことなども朝鮮通信使を朝廊施設とみなした上で、それをもたらす一因となった豊臣秀吉の朝鮮出兵を再評価している。こうした朝鮮館から、 1811年以後に通信誌が、途絶したことを兆候を止めたと受け止める風潮が生じ、幕末の慶応2年末に、新国公衆の新聞に、とある日本人が寄稿した、政官論の記事にも、政官の名文として挙げられている。朝鮮の総領和館で集められた情報は、通信誌の来日において、各地の接待料理である京王前にも生かされた。辻島藩は、 食材や調理法の情報を幕府や各藩に提供して共和料理を発展させた。朝鮮の肉食の習慣は通信使の来日前から知られていたが、当時の日本では肉食の習慣が一般的ではなかった。そこで日本側で牛や豚を提供して通信使一行の料理人である刀沢氏が解体と調理を行った。通信使の宿所が寺である場合は、 摂政のための生き物を正門からは入れられないため、重肉搬入用の門を用意する場合もあった。やがて、日本でも、接待役が、朝鮮料理を作れるように、料理本として、新士通り筋を覚え書き、朝鮮人鉱物符の写しが刊行された。この書では通信種の鉱物の他に、焼肉、もつ料理、黄身水の作り方などが解説されており、 また、随調とされている鶴などを料理に出さないといった注意点も書かれている。牛肉は牛、鹿、イノシシ、鶏肉では、生地などが出されており、魚介類ではカス漬け、鰹節に興味を示した。和菓子は好評であり、小人物では、セリ、ニブカ、ニンニク、コマメ飯などが好まれた。唐辛子などの作物は17世紀以降に、朝鮮へ持ち込まれており、 サツマイモは、長月島で栽培を学び、協作にも役立つ作物であると、海佐日記に記している。朝鮮は、儒教の国であり、家教を経てきた官僚である、通信士は、高い儒教の教養を持っていた。藤原聖華や林羅山をはじめとした、日本の儒学者は通信士と交流を持ち、日朝相互に、儒学者の書籍が紹介された。しかし、朝鮮では、 朱子学、特に生理学が国境的存在であり、異説を認めない立場が極めて強固であった。一方で、日本において、儒学の制限はほとんど存在せず、独自に説を発展させる余地が大きかった。このため朝鮮に紹介された、伊藤仁才や小牛宗来、太宰春代の説は批判され、通信史も、旧来の朱子学説を固守する傾向が強かった。 この両者のギャップは次第に広がり後期には日本の学者でやっと宗主が古老であることを知った今帰国ではもっぱら僧学を主張するので何も問うものがないと告げる者もいた一方で朝鮮の主流ではない実学の立場からは日本の儒学を評価する動きもあった京都の儒学者伊藤人才の名は 政務料をはじめとして通信誌の間で知られており、人才の著作、道時門は人才の息子の伊藤梅雨によって贈呈されている。通信誌は2名の委員の他に、進級のできる者がおり、日本の医師と医学についての情報交換があった。朝鮮では巨春によって東洋医学をまとめた東医法館が刊行されており、1638年には、 野間山地区が委員の白土律と東伊方館について維持問答をしている。幕府は1682年の通信誌では委員に加えて領位を派遣するように要請して朝鮮から内委員制の役職から領位が選ばれた。問答の模様は総官筆語や山和官委団にまとめられている。本蔵学に関心の高かった吉宗の時代には 朝鮮から輸入していた薬用人参の国産化が計画された。吉宗の命令で総領和館は調査を進めて、やがて日本ではオッシュ人参という名で国産薬用人参が実用化された。薬用人参の貿易で多大な利益を得ていた津島藩にとっては経済面で衰退の一因となった。鎖国を国税としていた当時の日本において、 通信誌は、間接的にではあっても、監視などの中国文化に触れることのできる数少ない、機会でもあった。通信誌の宿泊先には、多くの日本の文人仏閣が集まり、大いに交流がなされるという副産物をもたらした。早期系の、老少日本行録の頃から、私文の昭和があり、相手は、日本国王誌でもあった無害助芸や、文系声優など、 博多や京都の前奏だった。記録からは、交流の際に死と茶が、セットで利用されたことも伺える。日本の文人は、私文の添削や、死文の贈答も、目的としており、私文の賞報いが行われた。専門家の文人に限らず、民衆も、私文の贈答を求めて、施設団のもとを訪れており、海遊録には、民衆との死文贈答についての記述もある。 自分の章報いの記録は多数に上り、愛刀での愛の島古水、赤間関での両館昭和集、牛窓や兵庫津での相関賞報むくい西本願寺での和館章は、大津などでの相関昭和州、本領寺での反客室後、四官性行院でのよもぎ島一種、東本願寺での競歩を乗れ、異観客贈答などにまとめられた。 施設団には文裁に優れたものも選ばれており、後継期の開業などに日本機構が収録された。立志の諸軸には寺院の形式を用いたものもある。これは同じ印字を用いて昭和するもので、以前の施設による諸軸に、後の施設たちが続ける形で詩を読んだことを表しており、日朝の交流の継続を希望して書かれたことが伺える。 牛窓の本蓮寺では、初期間の南清家が父の南、龍翼の遺木を見て、寺院をしており、そのごことりしが、不走録に記されている。芳川藤長室、朝鮮通信誌雷長図。江戸市中を行列する、遠鏡土朝鮮通信誌の行列を描く。神戸市立博物館修造、池永武志コレクション。日本の各所に、 通信主来日の際に筆写された行列絵巻が残っている。特に、聖徳寺に、老中、土屋正直の命令によって大量に作成されたが、津島藩に残る、聖徳土朝鮮通信誌行列図鑑はその典型である。他にも淀藩の朝鮮平令誌淀ド定規大図や、奇襲藩に伝わる、朝鮮通信誌五郎線図屏部がある。京都を描いた。 落中落外図や、江戸の名所や風俗を描いた、江戸図屏風にも通信誌が描かれている。特に、漢文記になると、落中落外図に登場する偉人は、南蛮人から、朝鮮人に置き換わった。通信誌が、日光東照宮に参拝した時の模様は、東照社園芸巻に描かれているが、和洋中が混じった服装になっている。当時の画家、加の安信による、 朝鮮通信誌、カノマスノブの朝鮮通信誌艦隊図屏風や朝鮮通信誌行列図鑑、花臼一丁の朝鮮通信誌コアッパ図、奥村正信の朝鮮施設行列図、羽川藤長の朝鮮通信誌雷丁図なども著名である。歌丸は通信誌に仮装した女性を見立て唐人行列で描き、葛飾北斎は富岳百景の中で、 来朝の富士として通信使と富士山を表現した。通信使一行の名前や肩書きが書かれた浮世絵版画は見物の時にガイドブックとして用いられて人気を呼び来日の旅に発行された。通信使の招兵が決まると版画の業者は江戸の津島判定で前回との移動を確認していた。通信使にはガイと呼ばれる画家がおり日本の光景を描いたり、 即興でも絵を描いた。彼らが日本各地に残した作品の署名には、画号の前に朝鮮と描かれているものが多い。外院の一人金明国は日本滞在中にダルマズを描いている。金有信は池大河や渡辺玄体などの日本画家と交流をしている。金有信の作品では、駿河国の清見寺の落選地図が有名である。李成林は、 各地の写生をサロ・ショークズにまとめ、大阪の画家を置かはる占いとの進行をして、この時の交流をもとに、相関画界化表集が発行された。こうした、朝鮮の画家の活動は、画人の伝記集、小賀美孔にもまとめられている。日本から朝鮮に贈呈された作品としては、仮の葉が、花鳥図、名所へ、物語へ、風俗画、武者へなどを描いた。 病部絵がある。通信誌は各地での交流によって多数の牧跡を残しており、2001年の調査では310点が確認されている。三紙や様々な図印の書いたものもあれば、家光を祀る、大友陰霊病に送られた、良前崩壊、宗高清氏院もある。小国寺寺松院には、視線、反客師匠などが保存されている。 愛知県岡崎市で開催される家康行列。朝鮮通信使の行列を再現している。日本の街道を練り歩く施設団の姿は太平の世にあっては物珍しいイベントであった。朝鮮通信使を模したと言われている芸能で著名なものとして当人踊り、カラコ踊りなどがある。通信使が日光東照宮に参拝した影響により、 東照宮での祭礼で、朝鮮風の紛争をした、東人行列も出た。名古屋東照宮や、仙台東照宮では、東人姿の行列があり、練り物や東人人形を腰に乗せて担いだという、記録がある。かつては、大垣祭で、朝鮮があったとされている。神田明神祭で通信誌の仮装が練り歩いたり、山王祭で像の張り子と通信誌の仮装が出し物に、 なっている様子が、神田明神祭礼巻や、唐と祭時記には描かれている。朝鮮風の衣装による、辻踊りも流行して、幕府から禁止のお触れも出されている。上述の、朝鮮通信史小アッパ図には馬に乗った小アッパに、町人が記号を求める様が描かれており、随行員には、庶民が簡単に接触できたようである。さらに、 滋賀県東大見市五箇所の小畑人形などには通信誌人形があり、異国から献上された像などと共に、当時の人気キャラクターであったことが伺われる。歌舞伎、浄瑠璃の文芸作品に、朝鮮通信誌を題材として扱ったものが存在する。当人殺しの事件は、1767年に、これを取り入れた、世話料理鈴木傍聴が上演された。 世話料理鈴木傍聴は2日間で上演中止となったが、1789年の肝人半分手札はじめ、1792年の世話仕立て刀縫い張りなど、この一件を土台とする文芸作品が作られ続けた。江戸時代には日本の武学が通信誌に披露された。1682年には猿楽、1711年には 画学が演奏され、1719年には当時、流行の歌舞伎も披露された。画学のナソリや両王は、朝鮮では、楽譜が失われて名のみ伝わっているものとして、通信誌に感銘を与えた。21世紀にも、日本各地で、朝鮮通信誌の行列を再現するイベントが、行われている。2017年10月、国際連合教育科学文化機関は、 日本の NPO 法人朝鮮通信支援地連絡協議会と韓国の財団法人不山文化財団が共同申請した江戸時代の朝鮮通信史に関する記録日韓合わせて111件333点に上る世界の記憶に登録することを決定した。ありがとうございます。